先日フダピーね、サメの卵をね、入手したんでございますのよ。初めて食べるからね、ちょっとね、生で食べてみたら、意外とちょっと淡白でね、まあ、美味しいって聞かれると、そうでもなかったんですけど、まあ、そんなかんだで、煮ていただきました。そしたらフダピーね、お腹を壊してしまいました。何がいけなかったの？火の通りが悪かったんでしょうかね。皆さんでサメの卵の美味しいお料理の仕方をご存知の方がいらっしゃったら、ぜひ教えてくださいませ。はい、ふなっぴーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆様、ユーチューバーの皆様、お元気ですか？ふなっぴーも元気ですよ、言った感じでやっていきますわね。はい、今日もふなっぴー島パトに行ってまいりました。あら、お値段バグってませんか？値札を二度見しちゃうほどのお値下げ品をゲットいたしました。それがこちらでございますね。ブランドはアートマーブル、タグは値札のみとなっております。とタグはどっか行っちゃったんでしょうね。でもこういうシンプルなのも好きよ。ちゃんとスペアボタンもついております。消費情報はこちらでね。サイズは LL でございます。お色は泡茶、赤みを帯びた明るいブラウンっていった感じのお色でございます。そして気になるお値下げされた金額はっていうと、税込み1639円のところ、なんと330円にお値下げされておりました。久しぶりにやっちゃいますわね。安い、嬉しい、ありがとうでございます。ポリエステル 100% で程よい厚みと落ち感があり、柔らかさが特徴的なツイルベネ素材で、透け感もないのでインナーに悩む必要はございません。ネックラインは共布のバイアスで処理されたクルーネックで、バックネックはスリットの入ったゴールドのボタンループで脱ぎ着をいたします。だからね、ボタンループつけたまま頭は入りません。肩ジャストの位置に、肩山には細かいギャザーが寄せられたふんわりとした長袖で、お袖はゴムで絞ってフレアにしたキャンディースリーブが可愛いブラウスでございます。そしてフナピーはインスタもやっておりますので、もしよかったら見てくださいませ。ではこちらツイルベネブラウスでコーディネートしてみたいと思います。胸元にはポシレーナさんのステンレスボールネックレスをつけて、ボトムスはライトオンのデニムに、履いてる靴はランダのサテンベルトシューズに、持ってるバッグはユニクロのラウンドバッグでコーデしてみました。このブラウス、すっきりとしたデニムとの相性も抜群でございます。そんなカジュアルコーデでございますわね。はい、今回購入したこちらツイルベネブラウスでございますわね。164センチのフナピーは LL サイズを着用しております。身幅は結構ジャストサイズでございます。ゆとりはっていうとこんな感じでございますね。ゆったりとした感じではございません。丈はフナピーの腰回りが隠れるぐらいの丈となっております。身ごろはシンプルなデザインで、すっきりとしたシルエットに、お袖は肩ジャストに、肩山に
細かいギャザーが寄せてあることによって肩周りが膨らんで見えずすっきり見えます。キャンディースリーブがフェミニンな雰囲気で、肘のあたりにゴムになっておりますが、このゴムが腕に食い込んで痛いよっていうことはございませんでした。結構ここら辺はね、フナピー太いところなんでね、心配でしたけど大丈夫ですね。はい、痛くありませんでした。後でね、ちょっとね、跡ついてないか見てみますけどね。そしてふわっとしているからフナピーの太い二の腕もしっかりカバーしてくれてるんですね。こんな感じで伸ばしてしまえば手の甲が隠れるぐらいの長めの丈の長袖ですが、ちょっとねたゆませて、はい、こんな風にしてもいいんじゃないでしょうか。ちょっとまたね雰囲気が変わりますよね。こういうねお袖の変化を楽しめるのもいいと思いました。そしてバックネックの後ろにはゴールドのボタンがさりげなくいいアクセントになります。では次行ってみましょう。胸元にはひなさんのパールネックレスをつけて、ブラウスはブランジングして、ボトムスはひなさんのラメ花柄ケシプリーツスカートと黒のパンプスと、持ってるバッグは星玲奈さんのツーウェイバッグでコーデしてみました。ボトムスはトレンドのラメの入った華やかスカートで切れ目コーデにしてみました。では次行ってみましょう。胸元にはチェーンとビーズのマンテルネックレスをつけて、 GU のキャミソールワンピースと、履いてる靴はムムさんのチェーンパンプスに、持ってるバッグはユミさんの扇形バッグでコーデしてみました。ハンドルにスカーフを巻いた扇形バッグをアクセントとして、ブラックのキャミソールワンピースでお袖のキャンディースリーブが引き立ちます。今回のコーデはブラウスはちょっとゴムを使ってたゆませてあげて、こんな感じで手首が見える短めな丈にしてみました。こんな感じもよろしいございますね。今回はブランドはアートマーブルのツイルベネブラウスでコーデいたしました。すっきりとしたボトムスでカジュアルコーデ、トレンドラメのスカートで綺麗めコーデ、キャミワンピースでキャンディースリーブが引き立つフェミニンカジュアルコーデ。さてフナピーのお気に入りのコーデは、はい、こちらでございます。はい、これでフナピーの仕事と&コーディネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しいございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。行くわよ、じゃんけんよ。はい、じゃんけんぽい。フナピーは
パーを出しましたよ。はい、この間先日、この間先日とかしゅえね、ちょっと値札を二度見してしまうほど、あれまあんやねん、興奮して、もっとちょっとちゃったわ。いいポイントになります。違う。もう一回。ポイントじゃない。ポイントじゃない。アクセントなのね。まあ、ポイントでもいいんだけどね。ちょっとこだわりがあるのね。ごめんなさいね。